はい、こんばんは、島津です。ですね、ジョジョの奇妙な冒険、ダイヤモンドレコーズ、やっていきたいと思います。でね、あれから私、前回ディオのね、降臨ガシャ引いて、20何枚しかなかったんですけど、頑張って、51枚まで、また貯めました。頑張った!もちろん、課金しようかなって思ったんだけど、どうにか溜まってくれた。はい、ということでね、再度挑戦したいと思います。このガシャね、やっぱこれ限定みたい。ディオの降臨ガシャは。もうちょっとね、次のね、新しいガシャのことも考えたいんだけど、私ちょっとこっち行きたいね。ということで、もう一回回します。はぁ、来いよ。はい。はい、あと1枚になっちゃう、ついに。ゴー!あー、いやー来い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 。おお、お !2 個なんだ、あ、傘だったね。だが黒くなんないか。ジョータロウがいた時でちょっと胸熱だったんだけどね、今。黒くなんねえかな。あー、イギーだ。カットイン入んねえかな。うわー、めっちゃ緊張するな。あと1個。奥安か。おお、ねえ、確定、もう銀色だったらカットイン、まあ、入んないもんね。おお、またしてくれんね。あと1個に期待したいんだけど。おお、まだか。いや、今結構ドキドキしてるよ。あー、ダメだった。ノーマル、あー、ゴア出なかった。誰だ、でも。おお、心を開く。ドゥールが手に入った。何気に欲しかったんですよね。あー、あー、残念。さすがに5がね、また出てくれるかっていうと、そう簡単ではないってことですね。はい、今回ね、一番良かったと言えるのは、そうですね、ウンドゥールが手に入ったところかな。ウンドゥール、どんな能力なのかね、スキルとか。もうおしまいだ。敵の位置からスタンドを出現させダメージを与える。うん、気づいたところでどうなるわけでもないが、全方位にスタンドを展開する。あー、はい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 。はい、今回ね、一番良かったのはウンドゥールかな。残念、5はさすがに出なかった。ということで、本日はここまでとしたいと思います。またね、次のガシャのために貯めないといけない。利用は諦めます。ではでは、島津でした。失礼させていただきます。